元ランキング小耳に3。それでは見てまいりましょう。第3位です。子供の頃ガチャガチャで買ったおもちゃの化粧道具を使って自分でお化粧をしているところをお母さんに見つかって怒られたらしい。ガチャガチャで化粧道具なんかあんの？そう、なんか昔ちょっとしたこんなちっちゃい口紅とか、なんかあとおしろいみたいな。それっていうのは実際にこう顔に塗ることができるの？そのできますよ。 お化粧のガチャガチャって、はい、そうなん、すごいな今のガチャガチャは。今で皆さんこう親に一番怒られたなみたいな、なんかないですか？あの夏にちょっと夏のせいでね、こうテンションが上がるじゃないですか。ああ、そして、ロケット花火をつけました。はいはい、ああ、シュバン飛んでって、ロケット花火が飛んでくる。で親父のここはね、フンッ、ちょっとおっさん怒ってんだ、ほら怒ってんだよ。剛、何ですかこれは、何がやねん。あかんやないか、そういうことっていうタイプですよ。そういうタイプ。ロケット花火だけはもうね、許せなかったもん。いや、狙ったんじゃないですよ。飛んで行ってもだよね、たまたまね、ここ行ったから。それすごい怒られてね。友達と3人で、内藤君も内藤君だ。第2位です。霊感が強く幽霊が毎晩見えて怖くて眠れないらしい。霊感強いですか？一番最近怖かったのが伊豆の方に泊まってて、しかも崖っぷちのホテルだったんですね。こんなもう下海だよみたいな。なんか部屋に入って別に何も気にせず寝てて、なんか急に圧力かかって体に、なんかあんまし動けないなと思って周りをこうやって見たら、部屋真っ暗にして寝るんで、あんまし何も見えないはずなんですけど、白い犬と結構背の高い男の人がいて、うろちょろうろちょろしてて、犬もなんか、なんちゃあっち行ったりこっち行ったりしてて、でなんかやだなと思って、あんまし見ないようにしとこうと思って目つぶったんです。そしたらここ首の下らへんをうわーって押されたんですよ、男の人に。それでうーっと嬉しいと思ってあんま刺激できなくて、しばらくしたらなくなって、みたいな感じだったんですけど。なんかその絵があるんだって。はい、全然怖ない全然怖ないむしろ可愛いやない。白い犬、鼻しかなくって。俺もこれ見たことある。そう、帽子みたいな感じ。そうあります、合宿所で。マジでマジでマジで。部屋でベッド2つあって、こっち寝てこっち友達寝てて、そしたらその友達の方をこうやってずっと覗いてんのよ。んで俺こっち側で寝てるから、うわやばいやばい、危ない、これ危ないと思って、そのまま寝た。なんでこれ危ないよ、助けようよ、戦おうよ。動けんかってもう。道島さんもあるんですか？あね、もう最近見なくなったんですけどね。あ、フリップ道島さんもあるんですね。そうそう、じゃあこれを忍者じゃないけどね、見ながらちょっと。あ、なんだこれ、これ、ね、無念です。うわ怖いな。2年生から高校1年生ぐらいまで毎晩金縛りだったんですよ。はいはい、一番最初に見たのはこう窓が閉まってんのに、カーテンがブワーってなびいてるんですよ。で机のところにこう女の人がこう髪研いでこう真っ黒い人がいたりとか、ある日その毎晩金縛り続いててこうって寝ててパッて、あまた金縛りだと思って、で今日はどこにいるんだろうな、ちょっとそんな期待も込めつつ、でパッて目開けたらこう部屋の隅にね、こういう落ち武者みたいな生首が浮いてる。浮いてるんですか？浮いてるの。さっき剛君が勝負しなきゃダメだって言ったけど、その時にね、かかってこいこの野郎って。そこでかかってこいつどうなの？かかってこいつって、でしたらもうね、瞬間移動でここにいたんですよ。ほんでね、で金縛りの時って生阿弥陀仏生阿弥陀仏って言ってればこう寝ちゃって、そのまま朝になってたとかするんでしょ。でそれででもその時すごいテンパっちゃって、生阿弥マヤコンって言っちゃった。芸能協会はグランドスポンサーの提供でお送りします。あ、もうアニアちゃんと思っちゃった。
体重は立てない。そうそう、朝9時から12時まで鳴ったことがないらしい。ピーンってなりません。喉が痛くなるぐらい。普通こう食べたらねっていう、このグリグリがしたくなるっていうね、うん、なんかどっちかというと、うん、喉の後ろの方がうーってくる。おかしいですかね。まあどうしてキーンとなるのか、このメカニズムをですね、うん、ちょっと聞いてきたということなので、ちょっと見てみましょう。なぜキーンとなるのか。冷たいものを食べると頭痛が起きるって聞くと、あの英語ではアイスクリームヘッドリックと言われまして、あのアイスクリームを食べると痛くなるようにすると全く同じことです。その原因としましては、その一つは冷たいものを食べますと舌咽神経を刺激しまして、これはベロの3分の1、後ろ3分の1あるいは咽頭部に分布する神経なのですけども、これを刺激して、その刺激が脳幹部にある三叉神経核に達し、前頭部、額、あるいは目の奥の方ですね、奥の方に強い頭痛が、痛みが出る場合が多い。それには基本的には強い刺激を一気に与えない、したがって冷たいものでもゆっくり食べるとまず起こらないだろうと思います。そうやもう一つ、頭を冷やして食べればいいなんていうこと人もいますけども、これは実際食べるにあたっていちいちそんなことしてやりませんから、これはもう笑い話でして流していただきたい喉を刺激を受けますとゲッとなる人がおります。それもやはり起こしやすい人、起こしにくい人はいるわけであって、それと同じようにやはり舌咽神経の感受性が鈍い、そういう人がいてもおかしくないだろうと思います。鈍いというらしいですね。じゃあ剛君とはもう正反対ね。というわけで本当に後藤さんキーンとならないのか、うん、メンバーはキーンとなるのか、実験してみたいと思います。堂本頭がキーン登場。さあというわけで、かき氷セットを用意いたしました。じゃあ堂島さんに作っていただきながら、じゃあね、トッピングも自由にして、それでみんなで一斉に食べてキーンとするかどうかちょっと検証したいかと思います。はい、どうぞ堂島さん。これだよ、これ多すぎだよ。山盛りだ、これ海の家かよ。じゃあ皆さん、好きなものをトッピングしてください。もう絶対小豆だ。じゃあもう抹茶と小豆ともう練乳だね。あーそっちもいいな。迷ってます。よし、いいですか。みんな一気に食うんですよ。キーンとなるまでひたすら食うんだよ。はい、よーい、キーンいただきます。あ、歯がキーンってなってた。歯が痛い。もうかっこいいね、顎がいて。お父さんさっきから来てんだけど。お父ちゃん、お父ちゃん、なんか右目の奥が。お父ちゃん、右目の奥が。あのか、ここに来ます。どうしよう、喉に来る。裏の方、喉、もっと上か。土来ないですか。割と大丈夫。もうちょっともうすぐ来ちゃうかなと思ったけど、ね、本当ですか。キーンと来てない。なんで。あー来ちゃう。音楽が来ないね。なんかこっちばっかり。右の方、うん、